6月のメジャー再昇格以来、レギュラー格として活躍するブルージェイズの川崎宗則選手、現地アメリカでは、22日にトロントで行われたレッドソックス戦で、出塁して三塁にやってきた主砲デービッド・オルプス選手が川崎にハグをしたことが話題になっている。地元紙、トロントさん、電子版が今回の件を、オルプスと川崎は MLB の機能なカップル、と題し。 両者が地元テレビ局のインタビューに答えたコメントと共に紹介するなど、アメリカメディアがこぞって取り上げている、通算450本以上の本塁打をマークしてきているメジャー屈指のスラッガーとの交流を楽しんだ川崎は、彼のことは本当にリスペクトしているよ。彼は大きい、僕は小さいね、と興奮した表情で身振り手振りを交えながら報告。またオルプスが193センチ、113キロの巨体から、ミップパテ 大きなお父さんという愛称で呼ばれていることに触れ、彼は強人で素晴らしいスピリットを持っているからね、とコメント。さらに、だから僕は、リトルパキ、だ。僕にもスピリットがあるからね。だけど僕のは小さいから、と少し謙遜しつつ、胸ネリン節を炸裂させた。またオルツも、彼は俺を一晩中笑わせたよ。楽しかったね、と答え、明るく、物おじしない川崎のキャラクターに惹かれた様子。 通訳がいない環境でも、独学で懸命に英語を勉強しながらインタビューに答え、トロントのファンの間ですっかり人気者になっている川崎だが、今回の出来事でメジャーを代表する意外な選手をも虜にしてしまったようだ。